どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。そして向かう先は三大迷惑のうちの一つの袋田の滝です。その近くにですね、ロマンカンさんという宿を、予約しておりまして、本日は宿泊します。そして、チェックインまでにまだ時間がありますので、その前に袋田の滝観光をしてからチェックインする予定です。茨城県も1時間以上は今下道でドライブしてるんですけど、楽しくて楽しくて、本当に見たことのない建物だったり景色だったりっていうのがね、新鮮で、もうずーっと楽しめてドライブしてますね。約ここから1時間半ぐらいですね。まだドライブできますので楽しみたいと思います。でい、景色がずっと変わりませんね。ドライブしていましたら、出雲大社というでかい文字が見えまして、思わず車を止めてしまいました。島根県の出雲大社からどうたらこうたらみたいで、平成4年に建てられたみたいで、比較的新しいのかな、わからないですけど、見に行ってみます。しめ縄でか、初めて見ましたよ。すごい迫力。どうやって作ったのこれ。しめ縄の切れ目っていうんですかね、これ。よく見たらこれね、お金刺さってるんですよ。お金が見えますか。お金です。ちょっと気持ち悪いですけどね。投げて刺してるみたいです。びっくり。今その切れ目の部分眺めてたら、上からお金が落ちてきましたね。100円。どうしたらいいのこれ。黙々風。来てよかったですわ。すごかった、思いのほか迫力もすごくて。動画がこれでだいぶ長くなってしまったので、もう次のシーンで袋田の滝まで飛ばさないとまずいですね。もうこっから1時間ちょいドライブして、次のシーンは袋田の滝でお会いしましょう。駐車場に着きました。無料駐車場ですね。ここから約 1.2 キロ歩くそうですね。先に行けば有料駐車場でもっと近いところはあるんですけど、あえてこちらを選んで、景色を楽しみますよ。あー、のどかだわー。見て見てよ、この観光地特有のいろいろな飲食店やらお土産屋さんやら工芸品のお店やら、これを見るのが楽しいんですよね。うわ、すごい、ここの雰囲気すげえぞ。このお店見える、見えます、この雰囲気。ここね、無料駐車場に停めてこの道歩くの楽しいですよ、正直。あ、あいあい、食べ歩きとかできちゃう。全然できますね。そしてお宿さんが見えてきました。すごく楽しい、この道覚えてるわ。思い出してきた。お土産屋さんが増えてきて栄えてきましたね。
たまらんな、ほんとたまらんな、この雰囲気。観光地のこういうお土産屋さんとか飲食店が立ち並ぶ通りで、なおかつ閑散としているっていうのが条件なんですけど、そういう道歩くのほんと好きなんですよね。ところどころからいい香りが漂ってきてますけど、なんとも言えない気持ちになるよね、ほんまに。では入りまーす。入場しました。いきなりトンネルがあるんだな。今日結構ね寒いんですよ。よかったです、天気すごい悪いかなと思ったんですけど、温泉入りますからやはり涼しかったり寒い方が温泉染みますからね、体に。それにしても結構奥まであるんだね。恋人の聖地、ここからの景色は危ない、何も見えないですね。着きました、すごいわ。久しぶりに見たけどすごい。やはりあの時とは感性も変わってますので、感動の仕方も違いますわ。でかっ、こんなでかかったか。上の方まで。あんなところにカプチーノがありますね。このカメラだと収まりきれなくて、迫力がどこまで伝わってるかわからないですね。エレベーターに乗ります。ます。関白台に着きました。上に上がってまた滝を見てみます。それでは袋田の滝の全貌をご覧ください。ドン、これでも収まりきらないほどのでかさ。おわ、ここのね岩肌がなんかねリアルなんですよ。すげー、千葉県のこの間の養老渓谷の阿波又の滝が、阿波又の滝のでかいのが2段か3段か4段ぐらいに分かれた感じですかね。これ冬の氷瀑見てみたいですね。すごそう、迫力壮大だわ。迫力が伝わりづらいと思ったので縦でも撮っておきます。これでどうでしょうか。なんかすごい無理やりな感じがするんですけど、探してみますか、幸運のハート。そこですよね、ちょうどそこですよね。これだいぶ望遠にしてるんで手は当てられないけど、見えましたね、ハートがくっきりと。幸運のハートすごい売りにしてたみたいですね。エレベーターの中にもありましたよ。見つけられてよかった。吊り橋に行きました。そして左手に袋田の滝、下から揺れるの、揺れる揺れる。そして散策路を通って戻るみたいです。この散策路もまたいいですよ。
自然がほら気持ちいいですよ。そして終点にまた風情のある休憩所ですね、滝見茶屋があるわけですよ。観光地の醍醐味ですね。買わないしここで休まないんですけどね。はい、それでは駐車場に戻ります。これ滝の入場料が300円なんですよ。すごく安くないですか。これ300円で見れるんだったら絶対来る価値あります。皆さんもぜひ来てみてください。というわけで動画がだいぶ長くなってきてると思いますので、この辺で一旦締めさせていただいて、後半はですね、予約している思い出ロマン館さん編ですね、宿編です。こちらを概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。それではまた後半でお会いしましょう。バイバーイ。こちらが本日宿泊する思い出ロマン館さんです。なかなか渋いです。これは楽しみだ。温泉入ってきました。もうすごかった。写真があったら、公式ホームページから写真があったら載せておきたいんですけど、おお、なんだこの世界観は。急に